取っちゃいかん。人殺しっていうのはこういうふうにやるもんだっていうその見本を見せるわけです。これはもう臓物はもうどうへこう出ちゃってるしね。でもほら何年もでこうワイ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 やりますからね。もうそういう時にはもうでも何にも抵抗しない、まして女をこう銃剣で殺すっていうことはやっぱりいい気持ちじゃないしね、なんでここまでやらなくてなんないんかなっていうことは確かに感じてましたね。でもやらなきゃやっぱりもう臆病者だっていや育児なしだって言われる、ね、育児なしだっていうもう思いをもらったら絶対出世はできませんからね。性のない人間としての良心が全然なくなってしまっても鬼畜と同様な考え方が、人を殺せば殺すほども面白くなってしまってね、ボン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 焚き火をして冬なんかね、遺体がいっぱい当たってるところへ赤ん坊をついててそれを火の中に投げ込んでも笑ってられるような心境になっちゃってるのがほとんどの日本軍の兵隊だったらほとんど全部がそういう気持ちになっていたんじゃないですかね。この八郡地区は完全に我々はもうほとんど焼いちゃうんですよ。焼いて部落民は全部女を超えてしまうというのは結局子供を産むから、子供が大きくなったら日本軍に反抗するから超えてしまうと、年寄りはもうどっちに先に短いんだからこれも超えてしまうと、これはずっと上からの命令なんです。で中国のね部落ってのは、ね、必ず城壁があるんですよね。で大きい部落はレンガを積んで高さ5メートルぐらいある。そして小さい部落は銅を積んであるんですよ。で内側に1メートルぐらいかの人が歩くようなあれが道ができてるんですよね。その上域、そういう上域があって、出入口は東南シャーペーという4つしかないです。出入り口は。そこのところを火をつけたんです、部落。そうすると、そして今度は兵隊は、我々は4つの表門にこう、銃を構えて持ってる。出てくると、福島に出てくるとみんな殺した。やっと出てきたらみんなバタバタバタ。機関銃や小銃、軽機関銃でみんな殺してしまう。あれはひどかった。私でもそう思い、これはひどいなと思ってましたよ。だけど面白いんです。やってることしてはね。なかなか兵を乗り越えてね、来るってことはないですよ。みんな、もうあの中で右往左往してみんな死んでいくんです。そういうことやってきたんですよ。その辺の、男を引っ張ってきて女がいたらセックスさせるんだ。それでいよいよ最高潮に手に達したなと思うと上から拳銃で殺す二人と。そういうことを、それはあくまでも面白い半分であって、ほらでもひでよすんなといい調子になった時上からバターンってそれで終わり。それは本当の興味の殺人ですね。結局競争意識なんですよね。俺は日本人の軍人だという意識があるんですよね。それでやっぱしね、あいつは度胸がねえなと言われるのはやっぱり兵隊は嫌なんだよね。ですから何人殺したということが結局一つの手柄になってくるんですよ。それで軍隊というのはおかしなところで、日本のいわゆる自分の国におった時には放火だとか強姦だとか殺人というのは重罪犯人でしょう。ところがあれはそうやることによって軍隊は成績が上がってくるんだからね。我々に八郎軍はいるっていうわけで、その時はね、でその部落に侵入したわけですよ。だけどその女性だけが残っておったんだな。あとは全部いなかったよね。でその女性がいたから、まあ、その時はもういっぱい兵隊もいるし我々の仲間もいっぱいいるから、その時はなんていうかな、その婦人に対してすっぱだかにさして、ほんでスイカの上にこう寝かしたんです。その時は何の目的、航空慰問っていうあれか、もう
敵もいないし情報も分かんないっていうわけで、ただ部落でその晩でそばに一晩泊まるっていうわけだね。裸にして猫を塩分の中へ、なんていうのかな、布を差し込んでそこでガシをつけて石を申した、そりゃ私らのみんなそこでみんな中隊の人みんな見てるわけだ。もうスパイでも何でもないんです。部役にいたっていうことで、見せしめですよね、要するに、なんていうのかな、よく日本語で話すと慰問っていうんですか、慰問団っていうんですか、そういうあれですよね、みんなの見てる前でそうやられて、で火をつけて、でその婦人者ともその一軒のうちを焼き払う。日米関係改善を探る交渉は日中戦争、三国同盟、南進をめぐり決裂。日本軍のハワイ奇襲で太平洋戦争が始まった。先制攻撃が功を奏し、日本は開戦4ヶ月で東南アジアの広大な地域を占領した。その時は、日本中が沸き立って喜びました。こんなイギリス、アメリカをやっつけたぞと。やはり天皇陛下をいただいてアジアに覇を制するの、これは夢じゃなかったんだ、俺たち日本人は偉い民族なんだと、こういう運ぶろに取りつかれました。1942年1月、湯浅は軍医として山西省ロアンの陸軍病院に配属された。病院長が食堂に来ている雑技のおばさんを退けて、将校一同に今日は手術演習をやるから解剖室で集まるようにと、こういうふうに宣告されたんです。二人の中国人がこう囚われて立っているんです。一人は背が高い、私よりは背が高いぐらい頬の広い男でした。30ぐらい、割合に、いい農民の服を着ておりましたけれども、じっと下を見てました。私はこの人は、今の人民解放軍の前身の八路軍あるいは共産党員だというふうに思いました。こうおじないんですね。それからもう一人は隣には中肉中背の40か50かの年配のお百姓さん夫です。お百姓さんでしょう。言わかれたまま手を突き出して、あいやあいやって本当半泣きなんですね。そうです、そこには手術台が2つ並びましてね、日赤の看護師が1人ずついて、そこにこの切断刀だとかメスだとかこういう切るハサミをチャー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 って並べているんですね。自分がこれ切られちゃう、手術の実験されるんだということを分かりましたから泣いてるわけですよ。しかし今思い出しても恐ろしいと思うのは、そこにいる我々看護部、それから練習に来ている手術練習に来た部隊の軍医、これ4名ずつぐらい、それから指導する外科の軍医1人ずつ、それから手伝う衛生部、みんなニコ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 してるんですよ。人が生きながら切られちゃうにもかかわらずニコニコなんです。そうです、怖いとか嫌だとか気の毒だとかって態度を示すことはできないんです。クロロエチル、全身麻酔の薬を吸入させしまして、少しバタバタしますがすぐやんでしまうんですね。 でまず盲腸の手術です。だって指2本入れれば盲腸を見つけて、そしてそこを切除するんですが、軍医下手でしょ、初めてでしょ、おそらく。それに盲腸は正常だったら硬くないからぬるぬるして捕まえにくいんですね。一回切ってダメで、もう一回切って、もう一回折って盲腸全体を取り出し、それで
修行の時ってそこだったのを覚えてますね。